福岡駅は富山県高岡市福岡町上野にある愛の風富山鉄道線の駅である。当駅は福岡町の中心部に所在する同地区の中心駅、主要駅である。現在は駅前の再開発中で2018年度内に終了予定である中部の駅100線に指定されている。その駅名から九州の福岡県福岡市にある駅と 勘違いされることがあり、当駅が西日本旅客鉄道による運営だった頃は切符を発見するマルスシステムの使用からか、主に外国人が福岡市の駅と勘違いしてやってきたことがあった。なお、福岡市の JR の代表駅は博多駅であり、当駅が愛の風と山鉄道に移管されてからは、JR グループに福岡駅と名乗る駅はなくなった。 単式ホーム一面一線、島式ホーム一面二線を有する地上駅である。駅舎は西側にあり、三角屋根の木造の山小屋風で、観光案内所、物産館、図書館分室などの市の施設を併設している。一番線から、島式ホームにある二番線及び三番線とは、古戦橋で連絡している。JR 北陸本線時代末期は、 富山地域鉄道部管轄で JR 西日本金沢メンテックが駅務を自宅する業務委託駅であり緑の窓口も開設されていた。愛の風富山鉄道への経営移管後も業務委託駅の形態が維持されているが緑の窓口は経営移管に合わせて廃止された。2017年3月の新旅客案内システム導入に伴い西高岡駅と共通で 高岡市民の歌、ふるさと高岡のおりんによるアレンジが到着メロディとして使用開始された。1975年当時の東駅周辺航空写真あたり駅は1984年2月1日に専用線発議車扱い貨物の取り扱いを廃止、一旦は旅客駅となったが、その後、国鉄末期の1987年3月31日より臨時に シャー貨物の取扱いを開始し、同年4月1日発足の日本貨物鉄道においてもこれが継承されていた。その後、2006年4月1日に日本貨物鉄道が営業実態のない駅を廃止した際に当駅における貨物取扱いは廃止された。1953年10月10日付、鉄道広報第1254号通報専用線。 一覧別表掲載中、投駅接続の専用線は次の通りであった。1970年10月1日現在における、投駅接続の専用線は以下の通りであった。1983年4月1日現在における、投駅接続の専用線は以下の通りであった。2020年度の1日平均乗車人員は830人で、ある。 富山県統計年間及び、高岡市統計所、愛の風富山鉄道発表資料によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。駅西方の街並みの中を流れる岸都線の包みには、約3000本の桜並木があり、花見の名所の一つとなっている。ありがとうございます。